吉田さん、掃除当番なんで今日は行ってきます。今日ね、資源回収っつって段ボールとか空き缶とか、まあ古雑誌とかをね、集める日なんですよ。私軽トラック運転して、この日ばかりはね、ちょっと活躍しなければならないんですけども、まあこのね、回覧板を通じて今日はこんな日ですよ、あんな日ですよっていうふうにお知らせするんですけども、あの町内会費ってあるじゃないですか。で、町内会費の中で私ね、これは許せんだろうみたいなのが実はあるんですよ。それはですね、赤十字の寄付っていうのが町内会費の中に組み込まれていて、自動的に集められてるんですよね。で、私一回ね、町内会長だった時に、この寄付、赤十字に寄付って希望してない人からも取られるのおかしいんじゃないのっていうことで、赤十字の寄付に反対したんですよね。まあでも賛成派ばかりだったんで、私の意見っていうのは通らなかったんですけども、でもね、なんかたかだか45円ぐらいだからって言われるわけなんですよ。確かにたかだか45円なんですけども、でも赤十字が嫌いな人とか赤十字をぶっ潰したい人からも強制的に徴収されるのはどうなのかなと。しかもそれを知らされてないわけですよね。まあ広報誌とかには書いてあるかもしれませんけども、まあね、ほとんど読まれないようなところに書いてますから、それから項目が多すぎていちいちチェックしないと思うんですよ。まあましてやね、町内会費の中に寄付金が自動的に集められてるなんて思わないわけじゃないですか。で、この赤十字の寄付がどう使われてるのかってことを見ると、おかしな役員報酬だったり高級クルーザーだったりね、なんかマンションやリゾートだったりとか、なんかおおよそ赤十字とは必要ないところに割かれてるんだなと判断する動きもあるんですよ。回覧板っていうと、アクセスでいうと低い方だと思いますけども、私が販売したね、町内会の運営のマニュアルの中にもそういうこと書いてあるんですよ。多くの人が「知らなかった」って見るので、フックをかけて、町内会費もぼーっと払ってるだけじゃなくて、本当に必要なものとね、必要じゃないものを分けて考えないと。例えば町内会館で今必要ですかってことなんですよ。町内会館を維持するぐらいだったらそれをやめてですね、Wi-Fi のスポットを立てたりとか、町内中に張り巡らされることもできるわけですよ。時代に即してるのはどっちですかとかね。そう言うと必ず出てくるのが、高齢者層が、いや、インターネットわしら使わんけみたいな。いや、でも町内会って今中学生や高校生の子たちが5年10年して社会に出てくるために整備をしてるもんじゃないですかってことなんですよ。それが今自分が個人的に使わないから次の世代をちょっとね、ないがしろにしてる図とかがあったり、そもそもそういうね、ことに疑問を呈する人もいなかったりね。だから先のことを考えてないっていうんですかね。だから若い世代が入ってこないのは当たり前で、いまだにね、ピンポンって言って訪問していろいろ連絡事やったりとか、紙でやり取りしたりとかね。で、文章作成っていうのは基本的にパソコンでやるようにしてますけども、パソコンがない人はじゃあそういった役員についてくれないんですよ。いや、パソコンできないからみたいなね、いい断り文句ができたりするんですよ。でも別に一部はこうやって手書きなわけですよね。で、手書きでも全然連絡ができればいいんで、手書きでもいいですよって言うんだけども、手間がかかるって言うんですよ。結局そこかいみたいなね。そもそもパソコンがない時代、みんな手書きでね、会計簿もやっていたし、連絡帳もこうやって書いてたわけですよ。だからなんかね、都合のいいようにいろんな理由を出してくるもんだなっていうのは、ビジネスをやらない人も一緒ですよね。今回 FX のオリガルヒっていうコンテンツ出したんですけども、悩んだ挙句買わない人ってのいるんですよ。それはいろんな事情があるんでしょうがないんですけども、今回やめておきますみたいなね、ことを聞いてすごく思うところっていうのは、FX を一人でできるんだったらいいんですよ。でも一人でできないっていうふうに行き詰まっちゃったから、私のリリースに目を向けたと思うんですよね。しかもその金額って別にね、1000円2000円だと思ってクリックしたわけじゃないと思うんですよ。逆に何十万ぐらいだろうなっていうような覚悟を持って見たはずなのに、ああやっぱりねっていうふうになってきてやめるっていうのは、じゃあなんで見たのかなとか思うし、あとね、私の方もモチベーションそこまでちょっと高められなかったかな、信頼していただけてないような発信だったのかなと思います。つまりは、例えば30万だろうか50万だろうか、その価格が相対的に安いっていうふうにやっぱり伝えていかないといけないんですよね。でも私はもう最大限演出してないんで、現実だけを伝えて、こうですよ、ああですよで、あとはもう判断に任せますんでね、過度に期待させたりとか、ね、プロモーション組んだりとかして購買意欲を妙にそそらないようにしています。もう現実見せてこのペースでいいんだったらあなた向きですよみたいなことしてるんでね。あとはなんかね、そのコンテンツとか塾って
参加者と一緒に作り上げていくものなんで、ずっとどんなコンテンツが送られてくるのかなって待つんじゃなくて、これをやってくれ、ああやってくれ、これの問題は解決してくれみたいなね、そういった突き上げも必要だと思うんですよ、ね、そんなところじゃないかなと思いますけども、吉谷さんいかがお感じでしょうか。今回は掃除の層でいきましょうか。いってらっしゃい。